ずはこの方、主演の岡田准一さん。続いて綾野剛さん。続いて広末涼子さん。続いて磯村勇斗さんです。続きまして柄本明さんです。そして最後に本作のメガホンを取りました藤井道人監督です。監督は台湾よりリモートでのご出演となります。よろしくお願いいたします。お疲れ様です。ありがとうございます。皆さん本当に今日はお忙しい中、そして足元の悪い中お越しいただきありがとうございます。ここに上がった瞬間に横にいる綾野さんがやっぱ嬉しいですねって皆さんの顔を見て僕に語りかけてくださったんですけども、その通り今日という日というか、まあ、コロナということも乗り越えて皆さんが席が埋まっててこういうふうに映画が見ていただけるっていうのもすごく嬉しいですし、その時に本当に自分としてもこのチームとしても映画としての自信作を皆さんに届けれることをすごく嬉しく思います。きっと今日はいい時間を過ごして帰っていただけると思いますので、ぜひ楽しんで、行ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして県警のエリート監察官矢崎を演じられました綾野剛さん、お願いいたします。はい、ありがとうございます。皆さんこんばんは、綾野剛です。いや、最後まで行く、渾身の、一作が誕生しました。今純一さんのお話を聞いていても、皆さんにやっと届くところまで来たんだなっていう思いが、本当にいろんな思いが巡ってとても嬉しいです。短い時間ですがよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして主人公工藤雄二の別居中の妻です美佐子を演じられました広末涼子さん、お願いいたします。こんばんは。今日は本当に雨の中お越しくださいましてありがとうございます。私はこの映画を見て、あ、男の人が見る映画なのかなっていう、すごくアクションだったりとか男臭さだったりとか思っていたんですけど、女性多いですね。さすがお二人の人気を目の当たりにしましただからあんまり女の人が普段からこうすごく激しい映画を見る印象は私はなかったんですけど、経験として。でも、もうとにかく最強のエンターテインメントだと思うので、ハラハラドキドキ思いっきり今日は楽しんでいっていただけたら嬉しいです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして謎の男小田を演じられました磯村勇斗さん、ご挨拶をお願いいたします。はい、ありがとうございます。皆さんこんばんは、磯村勇斗です。本当に本日は劇場にお集まりいただきましてありがとうございます。最後まで行く、無事に、こうやって、ね、皆さんの前に、お届けできるということで僕自身も嬉しいですし、本当に最高のエンターテインメント作品になっていますので、この映画でぜひ、ね、劇場が潤ってほしいなと思ってます。本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。そしてヤクザの組長千葉を演じられました柄本明さん、お願いいたします。どうもご来場ありがとうございました。楽しんで見ていただければ幸いです。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして最後に本作監督されました藤井道人監督、先ほど申し上げた通り台湾よりリモートの出演となります。ご挨拶お願いいたします。最後まで行く脚本監督の藤道人です。本日はこの場に、行けず本当に申し訳ございませんでした。キャストとスタッフの本当に素晴らしい、技を、集結させた映画を今日本日皆様にお届けできて本当に光栄でございます。短い時間ですが楽しんでいってください。よろしくお願いします。
藤井監督、藤井組ご一緒されていかがでしたか。いや、藤井監督今日なんかめちゃくちゃ可愛い感じになってる。可愛くないですか。髪型も髪型かな、中学生男子みたいな。いや可愛いですけど、いやもう本当に僕らあの監督、僕ちょっと年が上になるんですけど、こんなに信頼できて、芝居を愛していて、映画を愛しているっていう監督で、自分以上にこんなに考えてるんだって思う監督と、なんだろう、信頼しかないし、すごかったですね。藤井監督率いるチーム藤井組っていう、スタッフ全員が面白いっていうか、それをまとめきれてる藤井監督のあり方っていうのが、なんか新しい映画の作り方というか、ニュージェネレーションの映画監督の、映画界の光、希望みたいなのを感じる監督だなと思います。藤井組はかなり監督とも年が近く、皆さん同世代でもいらっしゃる。そうですね、今30代のスタッフが藤井監督のもとに集まっていて、これがみんなすごいんですよね。そのなんかスタッフで30代ですごい人たちが集まっているというか、もうスタッフのスケジュールが合わないっていうぐらい人気のスタッフたちが集まっているっていうのは、これはもう映画界の希望だと思います、はい、その中でご一緒されて、岡田さんは本作どんな手応えを感じていらっしゃいますか。そうですね、やっぱり本当に台本の状態の時からこう、まあ、言うことがないというか、まあ、アクションに関してはアクションわからないって教えてくださいみたいなんで口を出しましたけど、それ以外は本当に言うことがないっていうぐらい考え抜かれた本で、僕で言うと木更津とか SP とか80とか、まあ、やる前からちょっといい匂いがするというか、これは話題になるかなとか、これは面白いのができそうだなっていうこう匂いがあったりするんですけど、それをこう同じようなものを感じた作品ではありますね、はい、ありがとうございます。同じく初参加藤井組、広瀬さんはいかがでしたでしょうか。いや本当に勢いのあるチームで、スピード感、熱量、若さ、うん、本当にどれをとってもキラキラしていて、皆さんがプロフェッショナルでかっこよかったですね。私ここ数年こんなハードな現場を見たことがないです。すごかったです。過酷だったと思います。ご覧になっていただければ分かると思うんですけど、そう簡単には作れない、出来上がれない映画だと思います。それはこのチームだったから出来上がったものだし、皆さんのこう情熱が詰まってるなって思います。本当に私もこの映画を見終わった時に、いやお二人が本当、映画の中ではどうかわからないんですけど、事実現在に生還してくれていてよかったなって思うくらい、このお二人の役者さんじゃなかったら、岡田君と綾野君じゃなかったら、ちょっともう生還不能なくらい。最後までいけてました。最後までいけてました。僕たちいけてるね、生きてるからテーマだったんですよね、最後まで行くって名前があるんで、僕たちそう最後まで行くっていう表現ができるのかっていうのがテーマだったので、そう言ってもらえるといけたんだろうね。本当に良かったです。多分見終わって皆さん最後まで行ったなって感じられると思いますよ。ありがとうございます。そして綾野さんも複数回藤井さんとはご一緒されておりますけれども、はい、今回ご一緒されて、また藤井監督のその作品の魅力についてもぜひお話しいただきたいと思います。いやでも魅力はね、皆さん本当にもう説明不要かなと思うくらいですけどね、ただシンプルにかっこいいですよね。なんか妥協なくでも全部署にリスペクトを持って、何より誰よりも楽しむっていうことを忘れない、なんかそうやってワンチームになっていく形を、幾度と藤井組で見てきましたが、本作純一さんや、広瀬さんが出演されたことによって、またその藤井組としても一つアップデートをしていく姿もこう見つめさせていただいて、
僕自身もよりワクワクしましたし、先ほど陣さんがその、まあ、一つ藤井組での、 その希望であるって言ってましたけど、本当にどこまで行くのかなっていうのも個人的にも楽しみですし、あの一緒にいろんな景色をあの皆さんと共に共有していきたいなって改めて思わせてくれる監督ですね、はい、ありがとうございます。磯村さんも、ね、以前からご一緒されてますが、改めて藤井組いかがでしたでしょうか、はい、そうですね、あのやっぱり藤井組、まあ、藤井さんがとても愛のある方なので、やっぱりそれが藤井組のスタッフさんにもあのこうなんていうんですか、受け継がれているといいますか、だから自然とやっぱ作品に対しても人に対してもリスペクトしながら愛を持って、作品を作っていく現場、本当にあの、なんていうんですか、僕はすごい理想的な現場だなと毎回あの参加させてもらって思うことなんですけれども、やっぱりあのそれだけじゃなくて、やっぱりこう第一線でどんどん新しい、まあ、今回の作品もそうですけど、ジャンルだったりテーマにどんどん切り込んでいく姿はあの本当にこう尊敬と、やっぱりかっこいいお兄ちゃんみたいな、そんな目でもあの見させてもらっているので、やっぱり参加するごとにあの成長させてくれる現場というんですかね、そんな力があるなと思ってます、はい、ありがとうございます。江本さんは藤井監督とのお仕事、どんなことをお感じになりましたか。あのね、僕ね、あの藤井監督知ってるんですよ。あのうちのガキどもと小学生かな中学生かな、あの渋谷にあの金納道場っていうね、金納神社ってのがあって、その横に金納道場って剣道の道場がいるんですよ、あるんですけどね、そこにあのうちの長女、長男、次男か、なんか行ってたんですよ。それで、だからうちの長女は一緒のチームで戦ってるんじゃないかな。だから、それは、まあ、その時は分かりませんよ。藤井監督だってことは分かんないんだから。だから、それは、オーファーザーっていう映画が出た時に、僕はあの一緒に、かのこっていうんですけどね、かのこさんやタスクさんと剣道やってたんですって言って、それこの人強いんだよね。監督強いんですか。剣道ね、あの世界一になってるんだよね。それでやさ男なんだけど、すごい強い、ね、危険なんですよ。だから岡田准一と一度戦うといいです。危険な男なんですよね。はい。そうですね、はい、大変恐縮でございます。そうですね、あんまり最近の日本映画にはない企画をお声掛けいただいたなと思って、すごく興奮したことを覚えています。自分自体はやっぱりすごいアクションだったり喜劇だったり、いろんなそういうものにも挑戦したいと思ってた時期だったので、そういう時に本当にそういうタイミングで企画をいただいて、やっぱりそのコロナ禍でこうどう映画館で映画を楽しんでもらえるかなっていうのを一人でずっと悩んでた時期だった時に、この企画をプロデューサーからいただいて、またとないチャンスだなと思って興奮したのを覚えています。監督、岡田さんのキャスティングというのは監督のご希望でいらっしゃったんでしょうか。そうですね、岡田さんがいいですって言ったのは僕で、まあ、10代からずっと憧れの存在で、やっぱり10代の時は学校移行だったり木更津キャッツアイだったり、ちょっとどちらかというとキュートな岡田さんをずっと追いかけてて、最近はやっぱ日本代表みたいな岡田さんが多いなと思っていたんですけれども、今回の企画を見た時に、やっぱりキュートな岡田さんを撮りたいっていうことをプロデューサーの人にお伝えして、岡田さんにやっていただくことになりまして、現場ではもう兄貴って感じですね。やっぱり僕らスタッフは若いんですけれども、やっぱりそれを全員引っ張っていってくれるような兄貴で、本当に楽しい夢のような時間でした。岡田さんと綾瀬さん一度共演の経験がありますよね。そうですね、昔13年前に、はい、SP という作品でちょっとだけ出て、はい、私だけ出演しました、はい、その時は本当にこれから売れる方ですっていうのでご紹介いただいてっていうので、本当にこう、でもそれから時を経って、もうなんか時々知り合い通じて一緒に共演したいですってこうお声掛けいただいたりとか結構あって、やっと実現した作品になります。岡田さん、改めて共演されていかがでしたか。いや、面白かったですね。やっぱりなんか薄皮薄皮一枚、本当にこう敏感になるようにこう皮膚を剥いで現場に立ってるような役者さんというか、
すごいなんていうのかな、こう敏感で入れることとか心血注ぐっていうのが分かる面白いもののために、現場に立っているという、俳優として立っているということをやられている俳優さんなので、あとなんかまあ覚悟を強いてくる役者さんではあると思うんですよね。本当に車ぶつけてくるかもしれないなみたいな、用意スタートって言われたらもうどうでもよくなっちゃいそうじゃないですか雰囲気としてですよ、そんなことはないんですけど、雰囲気として今綾野じゃなくて矢崎なんで何かみたいな、こう何かあっても役柄として生きる覚悟があるので、やっぱりなんかそういう相手に覚悟を求める役者さんって昔はいらっしゃったんですけど、その役者という匂いをする役者さんだなっていうので、共演してやっぱりいい役者さんだなっていうことをすごく思いました、はい、ありがとうございます。綾野さんは岡田さんと共演されて今回いかがでした、はい、やっぱその SP の時に初めてお会いして、その時にかけていただいた言葉とか全部ずっと覚えていて、その時に一つ自分が成長した姿でまた共演したいっていうのが目標だったので、まずこの作品が藤井監督や皆さんが叶えてくれたことも嬉しかったですし、何より大変だったのは現場でその純一さんに対するリスペクトが役を通して漏れてしまわないかっていうか、でもこの目の前で純一さんの芝居を見れているなんか喜びと、本当ただただ幸せでしたね広末さんはかなりこの作品を見た後だいぶ興奮をされていたと伺ったんですが、そうだったんですか。興奮というといい言い方なんですけど、疲弊もした気がするくらい、息をしばらくするのを忘れてたんじゃないかなと思って、よくこうね、瞬きする間はありませんよみたいな映画あるじゃないですか。でもなんか息するのも忘れるくらいこうぐーっと力が入ってたので、皆さんちゃんと息をしてください、はい、それくらい引き込まれる。でも 笑えることなんですか。うん、すごい、ちょっとすごい、私多分笑っちゃってて、一番すっごい笑ってたねって、あとあ、そうそうそう、はい、お二人に突っ込まれました。そうです、悩むと思うんですよね、どこで笑っていいのか、これ笑っていいのみたいな空気が今日も悩まれると思うんですけど、そこはなんかやっぱり後ろで見てたいなって、ね、こう皆さんがどういうリアクションをしてくれるのかっていうのは、そういう笑ってほしいですよね、はい、どういう映画なのって思ってほしいですよね緩急をね、緩急を、はい、いや本当に特に僕すごく大好きなシーンがありまして、そこの純さんがもう本当にチャーミングでめちゃくちゃ面白いんですよ。でそこで広瀬さんと僕多分一緒に笑っちゃいまして、その時あ、そうだったそうだった、この映画笑っていい映画だったっていう、なんか重いとか激しいとかっていうような印象があるかもしれないですけど、ある瞬間こうあ笑っていいと思えた瞬間のまた別の味変みたいな感じでこの映画を楽しめるっていうのは本当にエンターテインメントとして必要な要素だと思ってて、それが詰まってるっていうちょっと純さんの本当に本当にめちゃくちゃ本当笑いましたよね。そうですね、僕横に、はい、そのいて1個飛ばしてたんですよね、その死者で、で広瀬さんが来たから、はい、ここ空いてるよって言ったら、嫌とかって言って前に行かれて、嫌ですよね、空いてるなんて絶対嫌ですよね、嫌だ絶対嫌だとかって前に行かれて、でもその2人開けてる2人がそのシーンとかで、俺が石田村から真似するところですよね。そうです、そうです、はい、あそこがで笑ってくれたんですけど、あれ最高でしたね、本当に、ね、はい、でもその前に綾野くんがこれ言っちゃうとまずいんだな、いや見る前なんであれなんですけど、あ、言わない方がいいのかな、絶対笑うとこあるんで、あ、いやでも純一さんだけだと思う、俺そこすごい面白かったんだけど、その的
なんか純一さんってこうちょっと天然なところもあるじゃないですか。多分純一さんのことご存知な方々ばかりだと思うんですけど、だから純一さんがいやあそこ最高だってめっちゃ笑ったって言った時にちょっとあ、そうですか、ありがとうございます。本当俺だけかな、ちょっとアンケート取りたいですね。見終わった後にアンケート取りたいですね。いや終わった後にどこだったんだろうって、わかる、あそこね、あそこ思ってもいくつもありますよね。面白くなかった。すいません、なんかいる前なんで皆さんに伝えちゃいけないだろうなとか、オフマイクでね、すごい楽屋みたいになってましたけど、ありがとうございます。磯村さんは本作完成した作品ご覧になってもう今のお話多分全部伝わったと思うんですよね。だからもう息しながら笑っていただけたらいいなっていう、本当に僕は皆さんの前に座ってたんですけども、本当に笑い声を後ろから聞こえるぐらい試写会の会場自体がやっぱ笑ったりしてたんで、まあ入りとかはねやっぱりこう緊張感のシーンから始まってこうどんどん引き込まれていくんですけど、本当にあのいいところでこう抜く瞬間というかコミカルなシーンもあったりするんで、まあ、構えないで見てもらえたら嬉しいなと僕は見てて思ったので、本当に最高に面白いんで、はい、楽しんでください。さあ江本さんは作品に参加されてそのこの映画の見どころだと感じたのはどういったところですか？ごめんなさい、あんまりね考えないんですよそういうふうなことを。まだね、だから印象としてあるのはね、寒かったね。寒かったね、寒かったですね。なんかすごい寒かったんですよ。それで朝になったらまずいんだよね。朝方だから朝になる前に撮らなくちゃいけなかったんだけど、なんか大変だったんだよね、寒くて。ギリギリまでかかって最後登場だったので結構お待たせしたとか、なんかそういうことは覚えてますね。その前にあの映画できれば見てください。まあ僕はあのだからもう こちらの意見でもう十分です。お帰りになったらですね、親類縁者、隣の人とか小学校中学校時代の友人、仕事仲間ね、そういう方にあの宣伝していただいて映画館に来るようよろしくお願いいたします。監督どういった思いでこの映画撮られたんですか？そうですね、やっぱり3年間ずっとこう映画館でしっかりと映画を楽しむということができなかった時期もあったので、やっぱり本当に映画館でこのダイナミックな俳優の芝居だったり、アクション、あのエンターテインメントの部分がちゃんと届けばいいなという願いを込めて、この映画を作りました。でそしてそれを兄貴たちが、あの大先輩たちが本当に体現してくれて、僕はずっとモニターの前でニコニコしながらそれを見ていたという感じでございます。藤井監督のもと、とても自分たちも自信作というか、あのこういう映画が作りたいんだと胸を張って言える作品が出来上がっていると思います。まあ、あんまり見る前にあのハードルを上げるというのはいけないのかもしれないですけど、まあ、それでもあの大丈夫なぐらいいい作品に仕上がっていると思いますので、ぜひあのこういう作品を作るためには見てもらわないとあの作れなくなるので、ぜひ、今日面白いなとか最後までいけてたなって思われた方は初日3日間あのいろんな人を誘っていただいて、本当に映画館で見てもらえればまたこういう作品も作っていけるようになりますので、あの映画館で見てもらわない と、作れなくなっていくという現状がありますので、ぜひ映画館であのたくさんの人を誘って、面白かったらいいです。あの面白かったら周りの方に勧めてあの見に行っていただいて、その初動3日間の雰囲気で全国に広がっていくように皆さんもあの協力していただけたら嬉しいなと思います。皆さんにその宣伝を託しますので、早めに見れるということでたくさん進めていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。